にゃーにゃーん。どうも、こんにちは。シュンキシュンのシュンです。シュンキシュンのダジリオトークで第114回パート114。2020年7月18日のダジリオトークです。ってことですね。今日のダジリオトークは、まあ、土曜日ですので、ね、まあ、うん、まあ、てないです。3分間のね、いつも通りのダジリオトークしようかなと思います。そうなんですけど、まあ、 まあ自分ね、えー、自分つい先、いつも通りとね、言ったんですけど、まあいつも通りってことだよね。まあ、自分の誕生日がね、まあ終わって、えー、っと、うん、えー、自分の誕生日が終わって、まあいつも通りではね、ちょっとなくなったところもあったんですけど、えー、一応昨日からかな、昨日から、 えー、いつも通りになった部分が、まあ、増えたということでね、今日のテーマはいつも通りっていうね、えー、大事特のテーマでお届けしようかなと思います。まずですね、まあ、ミラキブ配信ですね。ミラキブ配信、7月2日から7月16日まで、えー、2週間のね、スペシャルウィークの、えー、期間中は、45分配信でね、えっ、ー、と、お届けしました。 まあ、たまにね、35分とかね、40分とか、でたまに1時間配信とかなったんですけど、まあ、平均にしたらまあ45分配信になったかなと思います。えー、で、えー、昨日から、7月17日からですね、まあ、いつも通り30分配信に戻してます。戻してます。戻してます。 あとはね45分配信の方がいいっていう声が増えたらまあ45分配信で出ていこうかなと思うんですけどとりあえず30分配信になります。であと動画投稿ですね YouTube の動画投稿も、えー、スペシャルウィーク期間中は1時2本6時と18時に投稿してたんですけど、まあえー、とスペシャルウィークが終わって ということでね、昨日7月17日からは1日1本独自投稿になっています。えー、でも、まあ、それはね、まあ、通常投稿が独自っていうだけでもしかしたら、えー、なんか追加でね、なんか不定期、不定期ってか、12時台とかね、15時台とか18時台とかにね、まあ、動画投稿する可能性もありますので、まあ、一応、まあ、あの本当に出すよっていうのは、まあ、独自の 独自だけになりますが、まあ、もしかしてね、もうねろ、自分が早めに出しときたいなってやつがあったら、まあ、早め早めにね、投稿しようかなと思います。ってことで、今日のラジオトーク、こんな感じで終わりたいと思います。ってことで、ありがとうございました。いうことで、また明日の、あ、明日じゃない、また明後日のラジオトークでお会いしましょう。ありがとうございました。